ドジャースの大谷翔平選手が今季47個目の盗塁をマークしました。1番、DH、ゲスタメン出場した大谷選手は、3回第2打席。外角へのシンカーを見極め支球を選びます。すると続くムーキー・ベッツ選手の打席では、2玉目チェンジアップのモーションを盗み盗塁。これが成功し今季47個目をマークしました。 大谷選手が今季盗塁で失敗したのはわずか4回。92%と非常に高い成功率を誇っています。このプレーにファンからは、偉大な記録に前進、盗塁スタートしただけですごい歓声、などの声が上がっています。